金八先生にしましょうか裸になった人間はそれだけで強くなれるんだと金八先生3年 B 組プライドやこだわりを捨てた時初めて人は強くなれるまあその言葉の意味ですねうん、はいまあいろんな解釈の仕方がありますよね <laughs> まあ裸うんまあこういう解釈の仕方もあるしまあ捕まるパターンもあるしうん まあだからね、結局その言葉の意味付けしてるのって人それぞれなんですよね。言葉は一緒だったとしても方向性を変えたら学びになったりとか、方向性を変えるとまあ捕まったりとかもするし。だから面白いですよね。だから結局言葉に意味はなくてあなたに意味があるってことですね。言ってらっしゃい。